今年もこの季節がやってきました。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田だよ。本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、ロッテより8月27日に全国で発売されたクーリッシュベルギーチョコレート。はい、こちらクーリッシュはね、冷涼感がスピーディーに全体に染み渡る飲むアイスです。微細氷入りで滑らかな食感が楽しめます。で、今回はこのベルギー産チョコレートを使用し、ほろ苦くカカオ感ある本格的なチョコレートドリンクのような味わいが楽しめるクーリッシュです。クーリッシュの食べ方が分かるようにイラストを入れてますということなんでね、こうね、こう無理に吸わず柔らかくしてお飲みくださいということで、柔らかくね、なっております。ということでね、こうクーリッシュですね。はい、ラクトアイスですね。こうの取ります。そして、乳成分で1個あたり143キロカロリーとなっております。これね、ひょっこりやん。じゃじゃんじゃじゃん。じゃじゃん。お、やっぱ溶けましたね。うん、やっぱり溶けてましたね。うん、あ、でも見た通りこうね、色になってます。では飲みます。うん、見えるかな、こういう感じです。ひょっこり。はい、食べ物で遊ばないようにします。うん、うん、濃厚で美味しい。うん、確かにもうチョコの味が、うん、してね、美味しいです。うん、濃厚なこういうチョコレートを使用していますんで、カカオ分、チョコレート分のカカオもココアバターと原材料のココを由来してますということなんで、これで143キロカロリー濃厚でですね、濃厚です。うん、4は出してもいいと思います。美味しいです。ぜひね、この今もう涼しくなってきましたけど、飲むアイスを飲んでこの夏、そしてこれからも乗り切っていただいてもいかがでしょうか。さあ、この動画面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして関連動画の方もありますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。じゃあね。